お、来た来た。千葉にはもののけ。プリチーじゃない。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、新たな怪奇案件。あっちの方にハテナマークがあるけん、あっこってことかな。あ、ほらほら、あれやあれ。さっき聞こえた悲鳴は、どうも、あれ？ケイスケ！びっくりした。ケイタかと思った一瞬。一体どうしたの？悲鳴が聞こえたんだけど。弟か。うん！ね、姉ちゃん？同じような仲間たちとみんな一緒におるんやね。なんでみんな必ず男二人、女一人で行動するのか。お願い。俺の話を聞いて。大変。大変なんだよ。まなみを怪しい影が、スタタタタって走っていって。何？その子がまなみちゃん。大丈夫。落ち着きなさい、ケイスケ。大丈夫よ。ゆっくり話してくれればいいから。ごめん。この子たちは夏目とケイスケの知り合いなのか？ああ、そういえば会うのは初めてだったわね。ケイスケから紹介してあげて。あ、アキノリとトーマ。こんにちは。めっちゃ呼び捨てやけど。こっちは俺のクラスメイトのコウジとタンクとマナミって言って。なるほど。そうか。悲鳴の主はケイスケの友達だったんだね。どうした？それで一体何があったんだ？ごめんなさい。私びっくりして叫んじゃって。マナミちゃん！マナミちゃんは全然悪くないから。おい！マナミが変なやつに付きまとわれてるみたいなんだ。ん？変なやつ？はい。最近ずっと誰かに見られてる気がして。でも振り返っても誰もいなくて。うん。そのことで俺とコウジとタンクで相談乗ったんだけどさ。俺らが話してたら出たんだよ。怪しい影がシュバって。それで逃げてたんだ。もうすごいスピードで。確かに怖い話ね。その怪しい影ってどのあたりにいたの？はい。あっちです。走ってった？どうしようか。俺たちでちょっと様子を見に行こうか。夏目の弟ケイスケとその友達のタンク、コウジ、マナミ。4人はマナミを付け狙う怪しい影にすっかり怯えているようだ。影の正体を妖怪探偵団で突き止めよう。オッケー？うん。そうしよう。まだ犯人はこっちを見ているかもしれないし。ちょっと！そんな怖いこと言わないでよ。ケイタくんの声と一緒やね。ケイスケたちはここで待ってなさい。マナミちゃんのことよろしくね。うん。わかったよ。丸見えハートに気をつけて発生。クエストを進めてみよう。この子には、霊感みたいなのはないの。とりあえず、どこっすか？もしかしてあれかい？ちょっと待ってね。クエスト。丸見えハートに気をつけて。はい、ナビをしてくださいまし。さあ、連れてけ、ナビワン。こっち？向こうにまっすぐじゃないのか。10円ガム。これ？プラスチックの胃を手に入れた。何プラスチックの胃って、怖っ。標本？人体模型とかそういうこと？ん？これは胃よね。なんでこんなものが落ちてるの？ちょっと待て。この胃から妖気を感じるぞ。うん。ってことは、ケイスケたちが見た怪しい影は妖怪が関係しているってことね。それにしても胃ってさ、なんでこんなの落としちゃうかな。てか何、夏目たちは逆に妖気は感じないの？あきなりは、妖怪ウォッチを持ってないけど妖気は感じるの。まあ、じゃあ、妖怪ウォッチいらん感じか。相手がまなみちゃんを追いかけているなら、おとり作戦とかどうかな。いやいや、危なくない？もし妖怪に襲われたらさ。そうね。でも相手はいつ現れるかわからないし、私たちがいる時におびき出した方が良さそうね。うん。危ない時は僕が全力で守るよ。かっこいい。確かに相手が妖怪なら、俺たちがやるしかないもんな。へへ。それに、不動明王がいるなら、どんな妖怪も目じゃないだろう。めっちゃプレッシャー。戦
影の正体が妖怪だっていうのは内緒にしておいた方が良さそうね。よし、方針も決まったし、みんなのところに戻ろう。 IC 影は俺たちで捕まえるんだ。なになに？へへ。お、なんだか盛り上がってるじゃん。何の話をしているんだ？工事がしたいって言ったから恋バナをしてたんだけど、その、まなみの趣味がちょっと、いや、かなり変わってて。だから人体模型くんってとっても素敵だと思うの。やっぱ人体模型や。人体模型って、あの理科室にあるやつだよね。俺あれ苦手なんだよね。そういうことを言えるけん付け狙われるんよ。みんなは人体模型苦手って言うけど、私はあの感じがとっても落ち着くんです。人体模型のような人がタイプってこと？それとも人体模型そのものが好きなのかな？どちらにせよさっぱりわからない。盛り上がってるとこ悪いんだけどさ、ちょっと話を聞いてほしいんだ。おとり作戦ですか？まなみちゃんに力を借りたいんだ。危険がないように僕たちが必ず守るから。はい。わかりました。私やってみます。これで犯人が捕まえられるなら。よし。それじゃあ見晴らしのいい扇公園で作戦決行だ。でもこれでさ、人体模型のような人が好きやとしたら、めっちゃ、猟奇的な。めっちゃ怖いことになるよね、普通に。待って、この中か。え？どっち？違うな、あっちか。だってさ、内臓丸見えな人が好きってことやろ。怖すぎやん。こっちから入れる？あ、ここやね。オッケーイ。へい、来たぜ。さあ、準備は万全だ。怪しい加減、いつでも来い。ねえ。怪しい影が出たら私たちが捕まえるから、ケイシカたちはマナミちゃんといてあげてね。うん、わかったよ。なかなか来ないわね。そんな常に狙われるもんな。今まで見ているだけだった影が急に姿を見せたのって何か理由があるのかな。みんな、ちょっと向こう見て。なんか怪しいやついないか？多分向こうから見たらこっちも怪しいよ。あいつだよ。さっき俺たちを見て逃げてた影。お、逃げた。よし、追いかけよう。あの方向は辰巳川端だな。ケイスケ、まなみちゃんお願いね。うん、姉ちゃんたちも気をつけてよね。うん、影は辰巳川端の方に逃げていたみたいだ。まなみちゃんのためにも逃がさないわよ。まあ多分ね、まなみちゃんが好き好き言ってくれるけん嬉しかったんだろう。人体模型くん、可愛いじゃないか。誰にも好かれないんだから。こっちは渡って大丈夫だよね。オッケー。辰巳川端来た。また新たな場所が。あ、確か辰巳川端には小学校があるよな。そうね。警察が通ってる学校ね。またなんか落とした？プラスチックの肝臓を手に入れた。今度は肝臓。またプラスチックの内臓？不気味ね。また。プラスチックの腸を手に入れた。これもプラスチックの内臓。気づきそうなもんやけどね。私これ見覚えあるかも。主に学校の理科室で。でもだよ。みんな気づかないな、まだ。お、あっこにもなんか落ちてる。そして手前にも何かが落ちている。お、梅おにぎり。プラスチックハートを手に入れた。丸見えハートやね。うん。プラスチックの心臓か。これもあの影の落とし物だろうね。お、あたりに強い妖気を感じるぞ。あの影、この近くに隠れてるんじゃないか？そうね。それじゃあ早速サーチしてみましょう。さあ、どこだ？お、今の。今おらんかった？あ！全然違う場所やったけどね、私。妖気汚染を見つけた。お、久々の妖気汚染。
あった、陽気汚染だ。ここにきっとあの影が。ということはこれを陽気水筒を頑張るんだ。ひっぺがせい。何なんですか。隠れている相手を無理やり引っ張り出すなんて非常識ですよ。ちょっと非常識はそっちをまなみちゃんにつきまとっておいて。パーツで予想はついていたけれど、まさか本当に人体模型だったなんて。やっぱ予想はしとったんや。ただの人体模型じゃありませんよ。僕、妖怪系人体模型のジンタと申します。まあ、そこはどうでもいいんだけどさ。なんで後ろ向いてるんだ？そうだ、僕のパーツ返してくださいよ。返してくれないと恥ずかしくて前も向きません。とりあえず返しておこうか。恥ずかしいとかある。拾った内臓パーツをとりあえずジンタに返した。生き返った。やっぱり妖怪系人体模型はこうでないと。ねえ。それで結局どうしてまなみちゃんにつきまとったりしてたのよ。さっきの発言やろ。はい。それはズバリ、僕が彼女に恋をしているからです。恋？人体模型が？何なんですか？いけませんか？人体模型が人を好きになっちゃいけませんか？まあ告白する気はなくて、見守るだけに留めていたのですが、まなみちゃんが男の子3人に言い寄られていて、つい身を乗り出しちゃいまして。いや。言い寄られていたんじゃなくて、怪しい影につきまとわれているって相談していたんだよ。そんな、つまり僕のせい。事情は分かったから、つきまとうのはもうやめなさいよね。でも好きなんよね。僕、今回のことで気づきました。この恋心、ずっと黙っていてはプラスチックの体に良くないって。どうか僕がまなみさんに告白する機会を用意してもらえませんか？なるほど。気持ちに区切りをつけるわけか。まなみちゃんの好きな人のタイプを考えると案外成功してしまうかも。それよそれ。ねえ。諦めきれずにつきまとわれても困るしね。ねえ、私たちもその告白に立ち会っていい？でも妖怪のことは伏せるんじゃなかったっけ？それとつきまとっていたことはちゃんと謝ってよ。もちろんです。それじゃあ場所は小学校の校庭にしましょう。まなみちゃんはケイスケに呼んでもらうから。はい。わかりました。小学校の校庭ですね。では先に向かっています。礼儀正しくていい子だね。ケイスケに連絡して校庭に行くように言ったわ。告白のために呼び出しってことまだ伏せてるけどね。桜本町第一小学校に行こう。向かいますか。待って、なんか落ちてる。お、ブラックエベレスト。アイスが至る所に落ちてんだな。溶けるよ。あ、10円が。ごめんね、でも速攻で止まってくれるんやね。ありがとう、優しい。お、すごい郵便局。パッと見てわかりやすいね。どこどこどこ。あ、そこか。桜本町大、あ、文って書いとったけん多分ここやね。おお、綺麗な感じ。あ、おったおった。鉄のこけし。あ、ここにもなんか落ちてる。ごめんね、通り過ぎるよ。リンゴ飴。はい、まなみちゃん。うん？まなみちゃん、来てくれてありがとう。私たち、まなみちゃんを見ていた怪しい影、その正体と話をつけてきたんだけど、あなたに大事な話がしたいんだって。私たちも一緒にいるから、聞いてもらっていいかな？はい。わかりました。皆さんが一緒なら大丈夫です。ただその人、かなり変わった見た目で。いや、人っていうか、まあ、会えばわかるわ。ちょっと、いや、かなり驚くかもしれないけど。その人はどこにいるんですか？あ、どうやら来たみたいね。お話ししに行きましょうか。うん。僕が今回あなたをお呼びした、妖怪系人体模型のジンタです。ごめんなさい。ここ最近あなたを見つめ続けるあまり、怖がらせてしまって、本当にごめんなさい。反応は無反応なの。人体模型が動いて喋るなんて、すごい。お、成功しそうな勢い。まなみさん！この小学校の人体模型になって50年。僕に優しく声をかけてくれたのはあなただけ。まなみさんが僕に話してくれて、ジンくんって呼んでくれて嬉しかったんです。そんな呼び方しとった。好きです！僕はまなみさんのことが好きです。大好きなんです。ジンタくん、ありがとう。あなたの気持ち嬉しいです。あのね。でもごめんなさい。私、あなたの気持ちには答えられません。そうですよね。僕は妖怪だし、人体模型だし。ジンタくん！そうじゃなくって、
多分あなたの好きな人って私じゃなくって、ん、いいんです、これ以上は泣いちゃいそうになるんで。まなみさん、涙出ませんけど、人体模型だから。ただ僕はこの思いを伝えられただけで。何、誰に、違う人と間違えとるってこと？何何何、お母さんとか、あの少女に当てるつもりが外してしまった。なんだ？おい、ジンタの様子がおかしいぞ。まずいかも。まなみちゃん離れて。面倒なことになりそうですね。ここは隠れて様子見としましょうか。消されるね。お母さんとかと間違えとるってことなんじゃないかな、多分。50人とか言おうかしら。まあ、まなみちゃんが人体模型を好きなのは好きなんやろうけど。ひへへ、怖っ。人体模型の巨人、人撃。絶対進撃の巨人やん。人撃が現れた。頑張るぜ、いい。バトルスタート。来いよ来いよ。これはジンタのシャドウサイド。ですね、頑張ろう。私は陽気なぎなたでひたすら頑張ります。怖い。もう一気に陽気がなくなる。怖い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 。あ、ジバニャンがシャドウサイドに。あ、ミッチーもシャドウサイド。ミッチーめっちゃちっちゃいやん。ミッチーとか今の状態はあれか、なやった三つ股の図か。アクネコ列弾いいね。お、うがー、俺の内臓を落とすな。攻撃すると内臓がポロリするようです。内臓がポロリ、おっと怖いよ。それをどんどん落としていくっていう感じか。ちょっと待って、正面からは逃げたいです。立派な感動が落ちましたね。私感動しました。親父ギャグかーい。はっ、まだ届く範囲じゃない。ここか、オッケー。今落ちたのは灰ですね。ズバリ高品質の灰です。灰だけに灰クオリティ、うひゃひゃひゃじゃねえわ。人が一生懸命戦っている時に。ちょっと待って、夏目ちゃん、だいぶスピードが落ちたんじゃない？怖いよ。そして背後から陽気なぎなたに狙っていく。待って、正面危ない。ちょ、怖いんでちょっともう私ちゃ、あー、ちょ、待って、チャーリー、あー、チャーリーが、え、待って、にぎりの旦那、にぎりの旦那がサンドイッチ。おにぎりの旦那で頑張るしかないよ。あ、あと10秒使えねえ。ちょ、待って、はい。おアレクスのウィーク。どうなん今の。結構効いたよね、でも。あ、アイテムのクールタイム終了、はい。持ち物、ちょ、もう一回回復、少し回復。そう、今命運は握りの旦那にかかってるから。待って、避けたい。だってもうさ、ほら助けてくれる人いないから。ほら、もうちょっと旦那頑張れ、旦那ー、キャーあ、危ない。何これ、なんか光ってるんだけど、トーマ、何あれ。おお、旦那めっちゃ頑張った。ふう、やっぱ金婚なだけあるね。何、戻らないの？内臓戻ってる。まだ立ち上がるのか。このままじゃみんなが危ない。あ、もしかして憑依する？その光は不動雷鳴拳、不動明王。みんなを助けるためにその力が必要なんだ。答えてくれ、不動明王。何、戦うの？いや、無理やろ。トーマ、今だ。ちょ、待って。憑依召喚。
動明。不動明。何何何、一発で死にそうだけど大丈夫。雷鳴鉄槌切り。あ。おっと、ちょ待って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 。ちょ待って、とりあえずあのアイテム使おう。アイテム使おう。はい。ちょっと回復。怖い。怖い。あ、ほらもう周りが。あー、ちょ、めっちゃスピード遅いんですけど。怖い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 。おっと、いや恐ろしすぎるよ。あー、ちょっとお願い、耐えて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 。さっきせっかく一回やっつけたけんさ、嫌なんだここで死ぬのは。頑張って、マジで頑張って、マジで頑張って。ほら相手に攻撃の隙を与えないぐらい頑張って。へへへ。さすらい玉が出現した。ターゲットピンで狙う。ちょ待って、さすらい玉、はい。あー、ちょっと待って、さすらい玉どこ、あれか、あった、はい。ピン、手に入るお金がアップ。なるほど、了解。てい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 。お、もういけるんじゃない、ちょっといけた。ふう、さすが不動明、知らんけど。はあ、これで。お、664円。さすらい玉ボーナス ×2 やったやん。待って、お願い、もうやめて。ジンタ君はもう大丈夫だから。まなみちゃん。元に、こう戻った。ちっちゃ。ジンタ君、元に戻ってよかった。僕は何ということを。僕はまなみさんに振られても気持ちが伝えられたならそれでいいと思ってました。ごめんなさい。なのに急にどす黒い気持ちが湧き上がってきて、周りをめちゃくちゃにしたくなって。振られたショックというよりは急に暴走し始めた感じだったわよね。あの時一瞬だけ変な容器の反応があったんだ。ひょっとしたらそれが原因かもしれない。こんな最低な僕をかばってくれるなんて、まなみさんはなんて優しい人なんですか。そんなんじゃないよ。それに私、ジンタ君にちゃんと伝えないといけないことがあったから。あのね、ジンタ君が本当に好きなのは、多分私じゃなくって、私のおばあちゃんなの。おばあちゃん？え？まなみさんのおばあちゃん？うん。私のおばあちゃんもこの小学校に通っていたの。それでよく理科室に行って人体模型くんに話しかけていたんだって。ジンくんって呼び方はね、おばあちゃんが人体模型につけたあだ名なんだ。おばあちゃんの名前マチコっていうの、覚えてない？マチコさん、はい、そうだ、思い出した。マチコさんは僕に毎日話しかけてくれて、私小さい時からおばあちゃんにジンタくんのこと聞かされてきたんだ。だから人体模型を見ているとちょっと安心する気持ちになるの。マチコさんは大人になってからも僕のことを忘れないでいてくれたんですね。まなみさん、ありがとうございます。僕に大切なことを思い出させてくれて。この思いを胸に、あと50年、いや、100年でも人体模型やっていけそうです。でも今はやっぱり振られて悲しいので、これにて失礼します。何、どうした？言っちゃった。でもこれで気が晴れたことでしょ。うん。ジンタからの頼みも果たしたから、怪しい影事件は解決され。ありがとうございます。私とジンタ君を助けてくれて本当にありがとうございました。これからも理科室でジンタ君にいっぱい話しかけようと思います。また狙われんように。これはお付き合いはできないけど、これからも仲良くしてね、パターンだ。頑張れジンタ。応援するんかい。丸見えハートに気をつけてバッチリ解決。さあ、今回結構お金が手に入ったね。一時はどうなることかと思ったけど、なんとか事件解決したな。うん。何はともあれ、お疲れ様だね。
だがよ、すっきりしねえぜ。あの妖怪ども暴走させるのはどこのどいつだ。この道が許さんぞ。そうだそうだ、人の町でこそこそと、まったく趣味の悪い奴である。桜本町に迫る闇か。今の探偵団の力でどうにかできるかな。何言ってんだよトーマ、お前には最強の不動明王がついてるじゃないか。今日だっていざって時には力が使えただろ、絶対にやれるわけないって。あ、そっか、そういえばこれって階層だったよね。ってことはまだ世界救ってないんか。そういうことね。それに戦うのはトーマだけじゃないよ、みんなで一緒に立ち向かっていこう。だな、この町の平和は俺たち妖怪探偵団が守ってみせる。お？フクロウか。なんだ？なんだ？ちょっと待てよ。早速やべえ奴が来ちゃったのか？そうやって直接手を下しに。うわ、なにこれ？お？動けねえ。最後のあがきやね。人間たちを恐怖に震えなさい。今日があなたたちの命日です。なんてこった。そこまでだ。ん？誰？なに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 ？あれ？人間界も物騒なものだな。この者たちの命を狙うこと、妖魔界への反逆とみなす。ここは別の人ってことなんか。邪王カイラ、イザナ。なんと。あなたはまさか。覚えていなさい。大丈夫だったかお前たち。あなた様は、エンマ大王様の後を継ぎ、妖魔界の現大王となった若き風雲児。カイラ大王様ではありませんか。ピンチの瞬間に現れたなんて、さすが大王。タイミングを分かっておいでですね。めっちゃごまする夜。危険な予感がしたものでな。久しぶりだな、妖怪探偵団。鬼王ラセンとの戦い以来か。あ、知り合い。ありがとうございます。でもどうして人間界に。実はな、この世界にかつてない危機が迫っているのだ。え？かつてない危機？もしかしてまた俺たちの出番ってわけですか？そう。世界を救うことができるのは、お前たち妖怪探偵団。そして、新たなる、伝説のウォッチ使いだ。お？それが、消えた？かつてない危機が世界に迫っているってどういうことなんですか？あれは私が妖魔界の王となってしばらくのこと、書物庫である予言書を見つけたのだ。予言書にはこう記されていた。なんか建物にめっちゃ目があるんやけど。邪悪なる鬼を打ち倒されしのち、西の鬼族が黒き影を目覚めさせる。黒き影の怨念により天井の空は光をなくし、すべての世界は深淵の闇へと落ちていくと。なんだそりゃ。ああ、私はこの予言書の解読を進めた。するとさらなる予言が記されていたのだ。世界に光を取り戻す選ばれし守護者は、扉より入れし、窓橋の使い手たち。なんかめっちゃおるよ。守護者と妖魔たち、その絆は深くつながり、かすかな輝きはやがて世界を満たす光となる。ケイトだけじゃない。そして予言書が見つかった間もなく、このエイジと全く同じ扉が妖魔界に現れた。それ、予言書に書かれていたってことは、本当に起きることかもしれないってことですね。うん。そこで私は魔導鏡、妖怪ウォッチの使い手であるお前たちに会いに来たのだ。大きな災いが起きぬうちに、仲間を集めておけば、きっと対抗できるはずだからな。僕たちの手でまた世界を救うんですね。またってるけん、やっぱり救った後か。ちょっとよくわからん。なんだか大変なことになっちまったけど、妖怪探偵団としては断れないよな。ああ。頼もしい限りだ。私も調査を進め、お前たちに最大限の協力をしよう。カイラ様。残りの仲間について何か手がかりはあるんでしょうか。実は一つだけ、この世界にある扉の場所が判明している。お前たちがそこに行けば、新たな伝説のウォッチ使いに出会えるだろう。伝説のウォッチ使い？そう。そこにいるのはお前の父、天野あゆらだ。私のお父さん？あ、自分の父親が妖怪ウォッチ使いよったってことを知らんけん、妖怪のこと隠しとったんか。
夜明けを告げる天よりの光、それは得られる妖魔と絆をつなぐ伝説の魔導鏡を使い、そのもの小さき姿で扉より現れる。それは守護者を導く希望の光となるだろう。それがお父さんのこと、うん、この予言がどういう意味なのか、それはきっとお前が父と出会えばわかるんだろう。小さき姿、小学生の姿やね。さあ妖怪探偵団よ、新たな仲間を求め扉へ向かえがよい。お、新たな章に突入。第3章、伝説のウォッチ使い。ザ・レジェンダリー妖怪ウォッチマスター。あ、でここにまた繋がって戻ってくるわけね。でもさ、お父さんジバニャンとか見えとったやろ。ジバニャンウィスパーとか気づかんもんかな。ということで私たちはアイナ君に会うためにこの扉にやってきたの。長い回想だった、ね、アイナ君、改めてお願いさせてね。私たちと一緒に世界を災いから守るために、うん、妖怪探偵団の一員になってちょうだい。いろいろびっくりしたけど、俺たちの力が必要ってことだね。うん、こちらこそよろしく夏目さん。俺みんなと一緒に頑張るよ。アユナが妖怪探偵団に加わった。あっちがメインなわけですね。さすがアユナくん、こう見えていろんな冒険してきましたもんね。なんか大冒険の予感にゃん。アユナはさ、妖怪の友達いっぱいいるんだろ。もちろん。そうだ、ちょっと召喚してみよっか。なにこれ、妖怪メダルじゃなくなってるんですけど。ミス、こっちの世界に来た影響でメダルの形が変わっちゃったんでしょうか。プリチー族のトレードマークのハートがなくなってるにゃん。大変にゃん、こんなので俺ちゃんと召喚できるにゃん。それ妖怪アークでしょ、普通に使えると思うけど。あゆな、俺っちのこと召喚してみるにゃん。同じ感じで召喚、俺の友達出てこい、ジバニャン。お、来た来た。ジバニャン、もののけ、プリチーじゃない、新感覚にゃん。いつもの歌もない。ほら召喚できた。アークの模様で言うとジバニャンはもののけ族ね。その超妖怪っぽい名前ってあんた妖怪でしょうが。種族が変わっちゃった。まあ普通に召喚できるならいっか。あゆな、この時代にはもっといろんな妖怪がいるんだね。というわけでまずはこの町の妖怪について俺たち調査してみようぜ。うん、やるやる。だよな。よし、そうとなったら妖怪探偵団の活動を開始だな。新団員の天野あゆな君、君を妖怪探偵団の事務所に案内しよう。探偵事務所？なんか本格的な感じだね。まあ俺の部屋なんだけどね。俺んちはこっから桜木ヒルズを越えた先の霞台っていうところにあるんだね。金持ちっぽい、うん、この街を案内するのにいいコースかもね。それじゃあ早速行ってみようか。よし。あ、またアユナを操作することになった。そうだ、元の世界に帰れるまで俺んちに泊まっていけよ。ふんふん、まあ確かにね、夏目の家やったらややこしいことに。ほい、ということで、ちょ待って、ウィスパー邪魔。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、じゃあ今回はケイタ、まあアユナに操作タッチしてこの世界を冒険していく感じか。この世界がメイン？一番の。なるほどね。広そう、マップ。